この厄介ですね。名古屋高速がちょいちょいこの追い越し車線側から入ってきて出てくっていうパターンがあるんで。中心の方までぶつかるんやな、このとこ。あ、スタンまで行くんですね。あ、ダック入りましたね。そうですね。高いマンションですね。そうやな、それぐらいまで登ってきてますよね。大橋やともう結構ほぼほぼ名古屋の名駅の中心部ぐらいですからね。でもう中川区ですもんね。急だって行けあんの C1 って、ね、あれ都心環状ってあそうなのそうなんだあれぐるっと回らないといけねえんだなんてこったなんてこったあれ超回りじゃねマジで都心環状ぐるっと回ったらまあまあよって一方通行なああ延々と県周りの構造なんかああなあー
これはやっちまったな。何がまずいってね、都心環状はね、途中で休憩する場所もないですからね。これ準備の方来ますからね。何がやばいって、山田さんトイレが近すぎる人なもんで、今ね、さっきトイレしてから30分ですけど、もうトイレしたいですかね。まずいな。このトイレ近いくせ、トイレしたいんだけどな。